今日は平成30年4月の27日の金曜日です。ここは荒川の支流、滝川の源流にやってきております。今日この奥にある曲がり沢というところまで続いていく予定ですが、今5時です。すでに明るくなってきました。ヘッドライトも用意しましたけど、こんなに明るくなると思ってなかったんで、ヘッドライト置いてきましたが、ちょっとひんやりした空気です。これからこの下の滝川に一旦降りて、で向こうの山に登って、あの山をずっと奥に入っていきます。まあ2時間半くらいで行ければいいなと思って、目的地まで行ければいいと思ってますが、年取ってきたんで少しもっと時間がかかるかもしれないので、無理をしないで、自然を楽しみながら釣りをしていきたいと思っております。ただいま道を下っているところですが、倒木というか上から枝が落ちてきて道を塞いでおります。あとここは灯台の演習林となっていますが、このように、寄付金ですかね、これはね、東京大学の森育成資金となっています。記念樹、多分育成資金、大学生に寄付をした人のがこういう記念樹に指定してやってると思います。これはでかいもみの木ですが、これを名前ですけど、あちらこちらにありますが、最近増えてます。昔はこんなにたくさんなかったんですが、今あちらこちらにこの大きい木にこういう育成資金の名を立っています。通れないんでこの脇を、迂回します。もみの木、東京大学大学院農学生命科学科研究科支部演習林となっています。川までの中間点まで降りつきました。実はこれはトロッコあった跡です。立派な山道に見えますが、この昔はトロッコで材木を運んでたということです。ここにレールの断崖が見てありますが、これずっと下流の民家のあの辺りからこの道はずっと続いてるんじゃないかと思います。全部歩いた記憶はありませんが、このように行って、この先行き止まりまで行った記憶ことはあります。したがってこの滝川沿いに釣りをした時はこの道を使って移動することに使ってます。私はここからまたさらに下の川に下ります。こんな立派な道があればね、楽なんです。これからまた下に下ります。川の音が聞こえてきました。川に来ました。これが滝川です。一度け水があったと思ったけど、もうだいぶなくなった感じです。そこに吊り橋があります。昔はこの橋が腐って渡れませんでした。古代の方で、直したようで、
に渡れるようになっています。その昔はこの下の川を渡っていました。過去の日記、大昔の日記ですが、実は最初来た時にこれに山で、遭難しかけたこともありました。実はここまで降りて橋が渡れなくて、下を渡ろうとしたんですけど、真っ暗闇で、全然見えません。まあ今はこう大したことないんですが、当時はもっとこうえぐれてまして、岩がゴロゴロしてる感じだったんですけど、真っ暗闇を渡るのは非常に危険だということで、上の吊り橋、まああちこち板が腐って穴が開いてたんですけど、まあ、ロープはあるようなロープにしがみついて渡ってきたと言ってあるんですけど、思い出深い、そうです。で今回、最後になるかもしれないんで、この思い出深いところに今入ろうとしております。これが吊り橋です。鉄板でできている。まあ、だけども、錆びたかった。この遭難したけどでは、ここを張って、真っ暗に、本当に目が張って、渡ったところです。これが滝川本流、これもさらに上流行って、支流に入る予定です。ちょっと水量が多いかな、まだ、一度天水がまだ少し入っています。これ糞の跡です。熊の糞です。熊が縄張りを示したのです。これが下流の方ですね。これちょっと水量多いですね。これを登ります。あ、鬼の糞だ。あるかな、あの飛行機。いや、そもそも動物も縄張りを示すより糞を使います。登っておりますが、先ほど言いましたように遭難した時、ここ崖、今こういう鉄板で直してくれてますね。この下に落っこっているあの橋があった。で、こんな鎖棒なかったからね。これをね、真っ暗闇、目くら同然で、これを降りていったの、張って。木の枝を折って、左側の崖を探り、右手はこの岩を、倒りながら張ってずっと一回登ってきたことを記憶をたどりながら、どうなってたかなと思い出しながら、であの吊り橋まで、もう真っ暗、で川は渡れないし橋は渡れないし、止まろう、そのまま止まると思ったけど、今日も同じですが、曇ってます。9月だったんですが、ちょっと投資することがなかったんですが、雨が降ってると冷えてきましたので、ね、あの橋を無理して渡った。これちょっと上です。あと30分あればほとんど向こうの、山、向こうはなだらかです。降りてきたところなだらかですが、
そこまで行く予定だったんですけど、ほら、右は崖です。ああ、ここ本当。あと次の時来た時はゾッとしましたよ。これよく通ったな。だけど、好きな、経緯になりました。もう何回も行ってます。で、もうちょっと行くと熊がの住処があったんですが、今はもうもっと奥の方に移動したようです。この神秘的な場所で非常に好きな場所で、毎年に1回は入ってきてたんですけど、ここ去年あたりから来なくなってきました。今年はもう大滝も来なくなるかなと思って、最後の記念にビデオ、過去のビデオを撮りながら釣りをちょっとやってきます。ただいま山に登ってるところですが、これも昔この欅ですかな、大木ばっかりでうっそうと茂っていましたが、もう20年近くなるかな、この大木倒れて、やっぱり年取ってくると、木も倒れちゃう。したがって新しいのが俺の世界だって、人間世界と同じですな、木も全てね、これ小さいの今に見てみろって伸びてます。ここはね、朝早く来るともうすでに6時になりましたから、それこそ懐中電灯つけて来るくらい、薄暗い時来ると親がかかってて、神秘的な場所だったんです。木が随分熊笹も生えてて、熊の生息場所だったんです。この辺りに熊がいたんです。この辺りに熊笹がいっぱい生えてたんですけど、みんな枯れちゃいました。持病で枯れたと思いますが、したがって熊はずっと奥に今入っていってますから、鳴き声は聞こえません。だけどこの倒木ね、雨も倒れちゃった。ここは鹿の糞があります。鹿も人間が通る道をよく使います。熊も鹿も動物たちも、ね、人間が通る道をよく使うんです。私も逆に獣の道をよく使わせてもらいます。この人が感じるだいぶ音が、水の音が小さくなってくる。いや、これを登ってきました。まだまだです。いつ着くやなって感じですね、目的地に。このドラム缶、熊を取る仕掛けです。ずいぶん昔にありましたが、今はもう撮ってる人もいないと思いますけど、熊を撮る仕掛けです。先ほど言いましたように、その前熊が住んでた場所です。仕掛けを残ってます。これは大木すごい、木続きが続いた後も、はい、これはすごいですよ。直径1メートルぐらいあるって感じで、ちょっと急所に登って、これから少しは楽になります。まあ、ずっと全体的にまだ登りますが、こんな急所を登ることがこうやって、横に、歩きながら登っていく感じです。だいぶ登ってきました。2時間近くなりますが、やっと豆焼き橋が見えてきました。これがここと140号線にかかっている豆焼き橋です。豆焼き沢っていうのがありますから、そこにかかっている橋で、これをちょっと行くと仮坂トンネルになるわけです。この豆焼き沢にもついに入ったことありますが、結構厳しい沢です。
本当休み休みで来てるんで、ちょっと3時間で着かないかなって感じになってきました。まあ今まで上りでずっと来てますから、あとはちょっとなだらかにはなってきますが、やっぱりちょっと年取るとすぐ息切れしちゃうんだな。母いながら登ってます。まあだけどこの自然新緑を見ながら、小鳥のさえずりを聞き、時たま猿の鳴き声が聞こえます。警戒するんですが、私は鈴つけて歩いてるんで、お、人間が来たぞ気をつけろって。あと鹿も普通は鳴くんですが、鹿は鳴き声聞こえません。鹿も警戒心でヒーヒーってヒーヒーって短い鳴き方します。恋をしている時はフィーフィーって長いんですが、警戒心の時はフィーフィーって鳴きます。熊はガーガーと鳴くし、動物それぞれ人間来たぞ気をつけろっていう警戒心の発生を出します。もう少し頑張らなくちゃ。8時につけるかどうかな。くたびれ。登ってきました。かなり3時間かかっちゃったな。普通は2時間くらいできて2時間になっちゃった。で、こっから、この下が、滝川の本流、ずっと下なんです。結構登ってきております。で、私入るのはこの先の、鬼が通っておりますが、この突端ずっと降りていくと、この本流に降りられるようになってますが、それの左側、これ支流があります。曲がり沢っていう支流になってますが、これに入るんですが、今8時ですから、とっても下まで行っちゃうと上まで上がってこれないんで、途中から上がるっていうのは大変、この高い上がる大変です。逆にだから途中から降りて途中から釣り始めます。そして上に上がっていく。まあ、ここの、帰り道ここ通りますから、途中から下に降りて上流に登ってここ道変えていくと、まあ、いつもだと一番、本流のところの分岐のところまで行ってそこから釣り上がりますが、だいたい7時半ぐらいには遅くても着いてないと、釣り上がれない。で、まあ、今8時ですからこれから行って8時半、1時間遅れになるとやっぱり、厳しくなります。で、帰りも、やっぱり足が弱ってるんで3時間近く見てこなくちゃいけないとなると、まあ、2時か3時には終わらないとダメなんで、今日は、この新緑に浸りながら岩穴にお目にかかってるだけで、帰ることにします。どっから降りるかっていう、昔来た時に一回降りてるところなんですけど、そこから降りてみようと思ってます。道が分からなくて、はじめこの今登ってきた道も分かりませんでした。昔はその下流から降りて本流を登ってきてこの沢に入って、で引き返して、帰る時にその道を間違えたりして遭難したっていうのが経験です。この道がある、の知らなかった。車のところで、釣り人と話していると、こう通る道があるっていうのを聞いて、調べに一回来たことがあるんですが、まあ、その時は、この沢が地図を見ながら来たんで、途中から降りたんですね。さらに下に降りられるっていうのが分かりまして、その後、分岐のとこまで行って釣ってるんですが、今日はもう8時だし、疲れたんで途中から入ってゆっくり
過去の、ね、思い出をビデオに残しておきます。今日は平成30年4月の27日の金曜日です。ここは荒川の支流、秋川のさらに支流の曲がり川という川に来ています。水量は多いんで、まだ雪解け水が入ってる。ただいま途中から、いつもはこの下流から入るんですが、時間が遅くなったっていう、だいぶ疲れるんで、下流からやってると時間が足りなくなるんです。途中からこの杉林を降りて、今ここに降り立ったところですね。早速ここの場所で、いるかどうか、行ってみたいと思います。
ようなく粘りました。6、7匹くらい釣ったんじゃなくて、ね、で先ほど大きい33センチぐらいのオスの日光イワナ釣りました。これが親です。ちょっと母親の方が分かりませんが、親父の方は釣っちゃいました。小さいのはいないところにいると、ちょっと違うところに行ってると思います。ここは、住みかなという気になっています。まだ家族でいたようです。ここは終わりにします。だいぶ登ってきましたが、最後の難所、滝があります。古木があります。どうやって上がったかなって思うんだから、上がれないことは、待っている。滝つぼの下にやってきました。井戸の中で周りは岩ばっかり。ちょうどこのロープ代わりになりそうです。この荒れてないからロープ代わりにしようというロープです。いいところですけど、いなかったですね。ここまでなかなか上がってこれないです。